はいどうもお疲れ様です。吉田さん。まあ、従業員と、それから社長といいますかね、ビジネスをやってる人との関係ってのは、なかなかすり合わないと思いますよ。やっぱりこの、一般従業員さんとか社員になろうとしてる人って、要するにリスクを取りたくないから、社員になろうとするわけですよね。で、本当に会社に対して利益を提供できるほどの働きができる社員さんってのは、社員で働くことに損を感じてるはずなんですよ。 だから社員で居続けることはなく、やっぱ退職すると思うんですよね。でも、自分で事を起こすよりも、確実な給料が欲しい、つまりリスクを取りたくないって方は、会社員になりたいと思うわけなんですよ。うんだから、従業員が、ね、吉野さんが帰らないから僕らも帰れないっていうのは、まあ、まっとうな意見ですよね。でも、経営者としては、それじゃ困るんだけどなって話ですよね。でも、どっちかっていうと、従業員さんっていうのは、 なるべく働かずにたくさんの給料をもらいたいと思うし、社長ってのは経営者ってのは、たくさん人を働かして、なるべくお金を払いたくないと思うんで、もうね、向かう方向が相反してるんですよね。まあそういった形が加速して、今、人間以上に役の、役に立つテクノロジーってものを私たちは使い始めて、で、いつまでも社員感覚、従業員感覚の人ってのは、結局はね、あの、 自分みたいな優秀な人間を雇わない会社は何やってんだみたいに思っちゃうわけですよね。うーん。人ともかんともですよ。でね、私がね、やっぱこう店舗を運営してて、ものすごく赤字が出ていた時に、店舗の運営費があって、人件費があって、諸々経費があるってことを考えた時にね、全部の契約をパーにして、もう赤字を止めよう。その究極の方法が、 社員には給料毎月20万ずつ払うからもう出勤しなくていいよと。会社っていう組織もやめようと。店もやめようと。ただお前らに毎月20万払うから働かなくていいからそれは楽でしょっていう話なんですよ。そしたら私が一番ね、あの赤字が少ない計算になるんですよね。でもそれをやっぱね、言われた方としてはね、ものすごくガクンときたでしょうね。<laughs> まあでも本当多くの社長が言いたいことの 私は代弁をしたような気がして今でもねあれは言ってはいけなかったけどもでも言うべきタイミングだったのかなと思いましたねなんか複雑なものがありますけどまあということでね今は自分一人でこうやって社員を雇っ,った時よりもものすごく自由でものすごく儲かる暮らしっていうのがねありますから多くの人にこの選択をしてほしいなと思います多くの人にねはいいってらっしゃい